あの火時計が燃え尽きる前に教皇の間に乗り込むんだ。目指すのはキング級。聖夜、急がないと。ああ、何としても沙織さんを助けるんだ。どこからの直令だ。聖夜たちを教皇の間には行かせるな。俺たちは急いでいるんだ。通してくれ。ノーマーレ、反逆成敗してくれる。聖夜、俺たちもここで回れるわけにはいかないぞ。そうだぞ聖夜、こいつら全員をここで倒す。先に進むんだ。よし、邪魔をするってんなら手加減しないぜ。ペガサス流星拳、ペガサス水星拳、ペガサスローリングチャック。せいや、ここの奴らは全員片付いた。うん、次に進もう。また出てきたな。こいつらも全員倒していくんだ。ペガサスローリングチャック、ペガサス流星拳。まだまだこれからだぞ、せいや。ペガサスローリングチャック。くそ、ここで食い止めたかった。久々だな、せいや。お前はよくもペガサスのクロスをまとってサンクチュアリに戻ってこれたな。もう裏切り者め。違う、裏切ってなんかない。このクロスはマリーさんと修行して勝ち取ったものだ。サンクチュアリからクロスを奪い謀反を企てるとは計算で。この辺りの柱はだいぶ年月が経っているようだな。力を加えたら柱が崩れるかもしれない。そうだ聖夜、崩れる柱に増氷を巻き込んでみてはどうだろう。大したことねえフェイントだな。ここで全滅。教皇様すみません。奴らあれで草むらに隠れていてつもりか。承知。あれが第二の球、金融球か。よし、このまま一気に突き進むんだ。ペガサスローリングチャック。よし、この調子で次に進むぞ。増氷が増えてきた。僕たちもこの先に行かせたくないようだね。そろそろ金龍球、守りが固くなってきた。せいや、こいつらも全員倒して先を急ぐぞ。次々出てきて。イドキンのアリエスの火が消えてしばらく、残り11時間足らず。間に合うだろうか。慌てることないさ、まだ11時間あるって考えるんだ。ペガサスローリングチャック。ここは片付いた。先に進もう。まさかもうここまで来たのか。前のやつらお前にやらせたんだ。ローリングチャック。
上げたね。さあ、次に行くよ。この先の拳銃球には絶対に通さん。次は勝つでしょう。流星拳で一気に取り付けそう。流星拳ペガサスローリングチャック、ペガサス水星拳、ペガサス水星拳、ペガサス流星拳、ペガサスローリングチャック。セイヤ、その調子だよ。金融球はもう目の前だ。でも金牛球の中からコスモを全く感じないよ。なぜだ、誰もいないんだ。やめろ、聖夜たちを金牛球に入れるな。久しぶりだな、セイヤ。お前をぶっ殺しに来た。ジオスか。悪いか。俺は急いでるんだ。よくもサイネさんを傷つけたな。お前のせいで今も。待ってくれ。サイネさんは俺をかばってくれたんだ。俺の身代わりとなってアイオリアの剣を。貴様、アイオリア様のせいにするのか。どうだ、我が三つ二人のせいか、こんなにもやられるぞ。ブスラップレブスラップレどうだ、クロスの手その手でブスラップレ苦心してやるぜ。セイヤ立ち上がるのだ。こいつがセイヤだ。流星拳、ダメージだぞ。流星拳、セイヤすごいぞ。ダメージでやるぞ。シャイナさんにもしものことがあったら、俺はお前を許さない。カシオス、お前はコスモを感じたことがあるか。俺はここからでもシャイナさんのコスモを感じる。シャイナさんはきっと戻ってくるはずだ。この野郎、見えた、嘘だ。なんて強さ、固まるな、簡単にやられちまうぞ。うわうわぶっ飛べ。試してやるぞ。
シャイナさんのことはアイオリアに説明してもらう。それまでシャイナさんの看病をしてやるんだ。セイヤ、先を急ごう。僕たちには時間がない。ああ。